おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布いたした通りでございます。日程第1、会議録署名議員の氏名を行います。本日の会議録署名議員は万谷議員、磯部議員、森戸議員、以上3名の方を指名いたします。日程第2、4日に引き続き一般質問を続行いたします。河村議員。皆さんおはようございます。新風会の河村達夫でございます。4年前に議会に再度出させていただいて、早いものでもう4年が経過をいたしました。本年任期中最後の一般質問ということになりましたので、この4年間なかなかいろんなことができないことがたくさんあり、じくじたる思いをしながらですね、過ごしてきたわけでございますが、なんとか次の世代に課題、いろんなものを整理をしてですね、引き渡したいな、そういう思いで今回の質問を考えさせていただきました。自分でサブタイトルをつけてですね、これでいいのか光島、ということで質問を考えさせていただきました。通告に従いまして質問をさせていただきます。最初に不法占拠についてであります。新宮の空き家はなぜ撤去できない。もう10年以上前になるんですが、地元の方というのは実は室積海岸にはずっと海岸に沿ってですね、船を上げるところがありまして、宅地としてですね、そこを認定されて、ずっと海岸沿いに宅地が点在をしておりました。地元の新宮の方たちが、ここの海岸をきれいにしてほしいということで、ほとんどの方がですね、同意をされ、市の方へ寄付をしていただきました。これはせっかくの機会なので、この海岸、祭りを保護し、次の世代につなげられる、そういった海岸ができればな、私もその時にそう思い、いろんなお手伝いもさせていただいたんですが、なかなかうまくことは運びませんでした。で、私の新しく議会に出させていただいてですね、一つの大きな課題として取り組んでまいりまして、なんとかその事業者のご協力をいただいて、海岸にありましたスクラップを撤去していただきました。で、合わせてですね、廃屋もその事業者のご協力できれいに撤去をしていただいて、もうこれで、きれいになったなと半分思ったんですけれども、当初予定をしておりました、廃屋不法占拠の家屋については、整理をすることができませんでした。で、なぜ、できないかな、持ち主も誰もいない、そんな状況の中で、この家屋を通常の空き家として整理ができないのかということを散々話をしてまいりましたが、うまくまいりませんでした。で、今回はなぜできないのかということについてお尋ねをいたします。2点目は、三岩狩りにあります指導岩狩り線上にある家屋になるわけですが、これは消火栓の上に、消火栓というのは小さい川の上に家屋が建っておるわけですが、これも同じような格好で
不法占拠かな、そんな思いで実は地元の方にもお話をさせていただいたんですが、結果としてはそうではなくてですね、市の方へ地代を払って、そんな状態だというふうに聞きまして、ちょっとびっくりをいたしました。この市道岩刈線の拡幅計画が出て、ずいぶん前にはここに飲食店が何軒かですねあったりして、結構賑やかといいますか、雑多なところでありましたが、現行はですねそういったものが整理をされて、なんともはやもうちょっときれいになればいいなというところまで来ておるんですが、特にここは通学路でもありますので、県道光徳山までの間、その家屋を含めてですね撤去ができないのかな、そういうふうな思いでございます。現況はどういう状況なのかで、合わせて今回小河川、小さい河川の、おととしの災害の後の土砂の撤去の予算が上がっておりますが、その中でここの河川については実は漏れております。大したことがないというふうにお思いなのかどうか分かりませんが、大変な土砂があり、あるいはもう草が生え、衛生的にもですねそんなにいいところではありません。赤線青線というようなことを言いながら、なかなか前に進まなかったんですけれども、赤線青線の類ではないというふうに私には思えておりますので、ぜひ整理ができないかなと思っております。2点目は、都市計画とマリーナ計画、ということで、最初に国道188号江ノ浦交差点の改良と江ノ川の排水対策ということで取り上げました。この江ノ浦道路というのをですね、ずいぶん前にどうも計画をされたようでございますが、都市計画に乗せて国道との調整を図るというのが通常なんですが、そうはどうも言ってなかったようでございます。この道路は立ち退きもですね、もうすでに何件かかけておりますので、このまま放置するということにはならないと思います。もう一度原点に帰ってどのように考えておられるのか、合わせてですね、実は私以前議会におりましたときに江ノ川に実は蓋したんですね。通常河川の上に蓋をかけるというのはありえない状況でございますが、その時に江ノ川の排水対策をもう一本取るということで、実は江ノ川に蓋かけをすることに同意をしたわけでございますが、現行そのままの状態が出ておりまして、私一番驚いたのは先日の雨の際にもですね、諸角でそんなにたくさんの雨が降っているとは思わないんですが、その江ノ川の国道よりちょっと上の家屋でですね、再々実は雨が降るたびに家の中に水が入るんですよというお宅がございました。いろんなところで江ノ川に蓋かけたことが迷惑をかけているのではないかな、そんなことを思いましたので、ぜひここの対策についての現況報告をお願いいたします。それから2点目は小型船舶の現況と係留対策ということで挙げております。実は13年前ですが、諸角海岸に不法係留といいますか、廃棄船、いろんな状態でですね、船あるいはレジャーボートのですね廃棄船がたくさんありまして、国立公園だということで、整理をしようという、市のご努力でですね、ずいぶんきれいになったと思いますが、現況またそろそろ出てくる状況でもあります。そのあたりについてのお話、そしてつい先日、実は虹ヶ浜の海岸で環境学習というのがありまして、参加をさせていただきました。
その際、虹ヶ浜にも実は祭りの中にですね、そういった、もう全く乗れないような穴が開いたようなその船、あるいはまあ、使えるかもしれないけどというような船、たくさんありました。同じ国立公園の中でありますので、そういったものについても順次整理をされるものだと思っておりましたが、なかなかそうはいかないようでございます。中にはですね、船がそのまま上向きで雨等がそのまま入ってですね、まあボブラあるいは蚊になるようなですね、そういった不衛生な状態も見受けられましたので、ぜひ、撤去対策というのを検討していただかなければいけないというふうに、思いました。3点目は光市立光総合病院移転に伴う、利用者の負担増解消はということで、バスの利便性向上、病院間バスの運行は税金ではないかというふうに、掲げました。病院間バスにつきましても繰出金で実は税金で運行をしております。しかし病院間で停車することができませんので病院間を往復するだけでございます。ちょっとあまりにももったいないな。バスが行かない地域にじゃあもしこのバスが回ってくれたらとても助かる人も出てくるんじゃないか、そんな思いで、取り上げましたのでお尋ねをしたいと思います。それから、ちょうど移転をするときにですね、ソフトパークの入り口の看板、光徳山県道光徳山線上にある、大きな看板なんですが信号機に隠れて、字が見えにくいんで対処をお願いしておりましたがなかなか対処ができない、どうも理解ができませんのでちょっとお尋ねをしようというふうに思いました。4点目、法定外道路認定外道路、1、道路管理者は市長、維持管理は地元自治会とはというふうに題を掲げましたが、通常の市道でない道路について道路管理者は車が通れるところについては市長が道路管理者でございます。赤線青線の類とこの車が通れる道路と混同してはならない、そういうふうに私は思っておりますので、なぜ維持管理については地元でやるとこういう話ですが、技術的に難しい、あるいは金額的に大きな金額がかかる、そういったもので、なぜ地元でやらなければならないのか、そんなことがどこへ行っても声が出ておりますので、もう一度整理をしたいと思いますし、地方自治体の公会計制度というのができましたけれども、公会計では赤線青線の類と車が通れる道路とは違うんだと、整理の仕方がですね、そのあたりのところも含めてですね、どういうふうに考えればいいのかな。元来道路を作ったのは行政でありますから、そういったものについての維持管理は当然行政がやるべきだと。で赤線青線の類については地元でやるというのが従来からの考え方でございますので、よろしく整理をしていただいたらと思います。もう一点は通行止めの権限は誰ということでございます。実は先般私の自治会で、まあ、工事をやるからというんで、通行止めの回覧が回ってきました。見てまあびっくりをしたわけですが、自治会長が通行止めの回覧を回すということで、自治会長にそんな権限があるのかなと。私も長いこと自治会長をさせていただきましたが、自治会長でそんな権限は当然ありませんので、回覧をして
しかもその終日ですね、その通行止めにする、最近は、宅配便等の車がですね、随分運行して道路も傷めるんですが、そういった方たちのじゃあ通行制限をすることにもつながりますので、そのあたりのところについては、当然市があるいは、まあ、警察がということになるわけでございますが、そのあたりについて、お願いをしたらと思います。5点目、虹ヶ浜の排水対策についてでございます。平成以降浸水冠水状況についてお尋ねをしたいと思います。浅江小見線の海抜表示は 2.8 メーターでございます。一番低いところで言えば 2.6 トールですかね。海抜表示では結構低いところが虹ヶ浜には存在しますので、たんびに冠水をするということでは、普通の民間企業であればですね、わざわざそういうところに出て商売しようということにはつながらないわけでございます。そういったことについてお尋ねをしたいと思います。以上で壇上からの質問を終わります。太田経済部長。おはようございます。それでは1番目、不法占拠についての1点目、新宮の空き家はなぜ撤去できないについてお答えいたします。新宮地区の海岸付近の一部につきましては、私有地、スクラップや空き家などで不法占拠された状態が長らく続いておりましたが、昨年度より勧告を行うなど繰り返し交渉を進めた結果、議員からご案内のとおり、不法占拠者が所有するスクラップや空き家は自主的に撤去され、現在当地区の一部で占拠状態が解消されたところでございます。ご指摘の空き家についてでございますが、こちらも同様に当地区の私有地内に建築された未登記建物が平成13年頃より空き家となっております。窓ガラスは割れ、瓦は落下するなど、廃屋の状態となっており、周辺家屋等への影響が懸念されるところであります。地域の環境改善や防犯上の観点からも早期の解決が必要であると認識しており、市といたしましても空き家解決に向けた検討を進めているところでございますが、建物所有者を確定できないことから自主撤去による解決が図れない状態となっております。しかしながら、このまま放置すれば老朽化により家屋が倒壊するなど、隣接市道の通行者への影響も懸念されますことから、解決に向け実効性の高い撤去方法について検討を進めているところでございます。以上でございます。はい、岡村政策企画部長。それでは河村議員の1番目の2点目、岩狩市道計画河川上の建物の状況についてお答えをいたします。現況でございますが、この建物は個人の方が所有をしておられる登記済みの建物であり、建物敷地につきましては私有財産でございます。経緯を申し上げますと、相手方からの借り受けの申請を受けまして、昭和21年から現在まで有償で貸し付けを続けているところでございます。その間、建物については建て替え等も行われ、現在の建物につきましては昭和46年に新築登記がされたものでございます。なお現時点の貸し付け期間は令和4年3月31日までとなっております。以上でございます。はい、吉本建設部長。おはようございます。それでは建設部所管分についてお答えを申し上げます。市道岩狩線につきましては、平成24年3月に開通した三島橋に合わせて右側と上島田側において一部歩道を整備しておりますが、議員お尋ねの右側の倉庫が建っている箇所につきましては、
県道徳山光線に接続する交差点に接しているため、関係機関との協議調整が必要となること、また道路に隣接する水路の構造についても検討する必要があること、さらには道路拡幅や水路の整備に相当な事業費を要することが想定され、その財源の確保が課題となっていることなど、解決すべき多くの課題がございます。このため現在事業化に至っていない状況でございます。次に、市道岩狩線付近から島田側に流れる河川についてでございます。お尋ねの河川は岩狩排水路でございますけれども、この水路は普通河川ではないため、計画的に浚渫を行う河川には該当しておりません。しかしながら当該排水路が市街化区域内であること、さらには河川台帳に主要な排水路として位置づけていることから、必要な場合には一時的な対応としての浚渫は可能であると考えております。またこの排水路はコンクリートの三面張りの構造ですが、周辺の汚水を集めて島田側へ流す役割も担っております。先日も地元自治会の皆様からご要望をいただいておりますので、そのご要望は環境改善、排水路の環境改善についてのご要望をいただいております。このため地元関係者とお会いし、今後の対応についてお話をしてまいりたいと考えております。以上でございます。川村議員。はい。それでは、不法占拠の中で、実は新宮の空き家についてのお話のご答弁でありました。職員の皆さんにもお世話に大変だったわけでございますが、当初予定をしておりました空き家について、実は撤去できなかったことで、新たな実は問題も生じております。そういったことにつながらないためにも、ここを丁寧に早く整理をしたい、そういう思いでいろんな調整をしてまいりましたが、何がネックなのかというところがお答えの中になかったと思うんですね。何がネックなのかというのをちょっとお尋ねをしたいと思います。それから市道岩狩線のことでございますが、今昭和21年からの契約だと、で新たな新築をされたのが昭和46年、何年契約をされたんです？当初から契約がどうなっているのかということを聞いておりませんので、地元に対して丁寧な説明がなかったように私には見受けられます。で例えば今もう昭和で直せばこれ50年契約というものを結んだのかなと、そんなことにもなります。ちょっと河川の上に実は立っているということを、昭和46年ということはもう地籍調査はもう済んでいる、そんな状態の中でどういうその契約を結んだのかちょっと私には理解ができません。で、ちょっと先ほど赤線青線のところでお話もさせていただいたと思うんですが、ここの赤線青線はですね、合計すると幅員が6メーターぐらいある、ね、延長で直せばおそらく100メーター近くあるんだと思います。でそういったところがじゃあ、固定資産台帳にはどのような形で記載をされたのかな、ね、公開計で、整理をされているはずですから、そのあたりのところについて、お尋ねをしたいと思います。で、三面張りのコンクリだからということでありますが、おそらく勾配がですねあまりないんだと思うんですね、この河川そのものですね。でそういった中で、じゃあ
今までの説明を聞いてると赤線青線の類だから地元で管理をと、こういうお話のように私には聞こえてまいりましたが、消火栓ということであれば当然維持管理については誰がするのかということについては明白だと思いますし、先ほども言いましたが、公会計で通常の赤線、まあ、1.5 メーター未満の赤線については、全くその管理の方法が違うと理解をしております。で、ここは、復員そのものがですね、通常考えられない、ある意味で言えば、財産として、活用ができるかもしれない、そんなところでありますので、もうちょっとお話を聞かせてください。はい、太田経済部長。家屋の撤去は何がネックになっているのかといったお尋ねでございます。まあ、この物件につきましては登記がされておりませんで、所有者が確定できない状況にございます。市の所有物ではありませんので、市が一方的に建物を撤去した場合、法、これは刑法や民法となりますけれども、こういったものに抵触する可能性がございます。まずは当該建物の所有者を公にといいますか法的に証明することが解決の糸口になるのではないかと考えております。順を追って進めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、岡村政策企画部長。契約の期間でございますが、まあ、過去にはその時々の状況によって契約期間はいろいろあったようにでございますが、現在の契約期間につきましては、平成31年から4月、すいません、右の2点目のお尋ねに対するご答弁でございますが、現時点の貸付期間につきましては平成31年4月から令和4年3月までの3年間というふうになっております。それから、まあ、公会計上のこの赤線青線の整理についてのお尋ねでございますが、まあ、国の方から異常を受けました法定会公共物の赤線、それから青線等につきましては地盤が振られておりませんので、現状固定資産台帳の方の登録対象にはしておりません。まあ、そういった整理をしております。以上でございます。はい、吉本建設部長。はい、三地区の水路についてのお尋ねをいただきました。この水路の底地は青線でございます。このため地元の皆様方にですね、日常の維持管理をお願いしているところでございます。とは申しましても、先ほども申しましたように、この水路がですね、市街化区域内にある、また、市のその台帳においてですね、まあ、河川台帳ですけども、これに主要な排水路として位置づけているということもありますので、必要に応じてですね、スポット的な浚渫、これは可能であろうというふうに考えております。そのあたりについても地元の関係者の皆様方とお話はしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。青柳。はい、寝具の空き家についてでございますが、おそらく持ち主が、まあ、不存在という確認を取るための時間をとこうおっしゃるんでしょうが、もう従前からそういったことは話をしてまいりましたし、従来持ち主と言われておった方についても、きちっと私のものじゃないということは証明したいというお話もありました。そんなにですね、不存在の手続きに手間がかかるとは思っておりません。そのあたりのところはですね、しっかり
仕事に取り組んでいただいたら、仕事に取り組んだら結果が見えてくる、ぜひそういった態度でご示しをいただけたらと思います。それから指導岩狩線の今家屋建物の契約についてでございますが、平成31年に新たに契約を結んだとこういう話をされました。いいですか。もう10年以上前に指導岩狩線というのは計画ができたんですよ。でその計画上にある建物をずっと使ってくださいという契約を結ぶんですか。でこれ子どもたちが通学をするのに不便をしている、ここがあることで、しかもこの家屋があることで、見通しも悪い。でそのような状態をなくすように努力をするというのが本来行政の在り方ですよ。なぜこれがその契約に当たったのか、何か特段の事情があるわけですか。正し書き等があってですね、そういったことでどうしても引き続き契約をしなければならなかったとこういう話をされるのかどうか、結構ここは重たいところなんで、それまで地元の人の説明についてもそういった話はなかったの、ね、そのあたりのところはもうちょっとお話をいただかなければなりません。それから小手山台町にないというお話でしたけれども、先ほど私言いましたよね、赤線青線とこう言われている幅員を全部合計すると6メーター、それが延長100メーターあれば600平米あるということですよ。でそれが固定資産台帳にないということは通常はないんですよ。で赤線で通常 1.5 メーター未満についてはそれまで特段のお話で台帳に乗らなくてもよかった。でもここはしっかり土地がある。でそこへ何か特例があるというならその特例の話をしていただいたらと思います。それから、底地は青線だとこういうお話がありました。底地が青線でも現況は明らかに、排水、河川、小河川、小さい、川であります。で青線というのはもともとあそこに、区画整理をやった田んぼが、たくさんありましたから、そういったものの用水路で利用しておったのかも分かりません。しかしそれからもう随分の年数が経過をしておりますから利用形態が変わっておるわけであります。そういったところについてはですねしっかり整理をしていただかなければなりませんし、赤線と今話をしましたが赤線と言われている部分についてもここをうまく活用すれば他に活用方法ができるんだと、そういう思いで実は当たっていただけたらと。現場の皆さん方にはね、なかなか現行から変化をさすことは大変な作業なのかも分かりませんが、常に現況に合わせて変化をすることの大切さをぜひ学び飛んでほしいと思います。地元といろいろ協議をしていただくということですから、ぜひそういった対応をお願いをしておきます。はい、岡村政策企画部長。土地の貸し付けの件について、まあ、そういった道路整備などの兼ね合いというようなことでのお尋ねをいただきましたが、まあ、借り受け人との契約の中では、まあ、契約の解除要項ということで、まあ、国とか地方公共団体等がその土地を公用公共に供する必要が生じたときにつきましては、まあ、契約を解除をするといったような、まあ、その辺の条項を設けておりますので、まあ、そういった事態が発生した際には、まあ、こういったことに基づいてまだお話し合いをするようになろうかと思っております。
それからもう1点、固定資産台帳の件でございますが、台帳の方に掲載するためにはやはり面積等の記載も正確な記載、それから地番等の記載、そういったものも必要になっておりますので、必要になってまいりますので、赤線、青線については、そういった記載が難しいということでございます。このあたりは国の方が示された固定資産台帳作成のマニュアルについても、そういったような形で整理がされておるところでございます。以上でございます。ラムレ君。私が昨年の公開系マニュアルを確認をしたらですね、今私さっき言いましたね、 1.5 メーター以下の赤線については、ということを話をさせていただきましたが、それ以上のものについては、ちゃんと整理をして載せるんだということが書いてありますので、そのあたりの対応をお願いをしたらと思います。それから契約解除要項があるんでいつでも解除できるからとこういう話をされますが、ちょっと違いますよ、ね。ちゃんとした指導、岩狩線の計画道路の上にある家屋について契約を新規に結んだということなんですよ。ですか、自動契約だったから、忘れちゃったということならそれはそれでしょうがありませんわね。新たに思ったから、じゃあ、解除しなければいけないのかということにもつながるわけですが、そこちょっともう一回お願いできますか。はい、岡村政策企画部長。委員仰せのように、平成31年3月の方に、3月に、この土地の契約をいたしました。そのあたりについては、そういった事業の現状等も踏まえての判断だったものというふうに思っております。以上でございます。田村議員。はい、半分は理解をいたしましたが、そういった、通常いろんなことが起きておりますので、一点ずつ現場を見ながらですね、ぜひ対応をしていただけたらと思います。この項終わります。はい、吉本建設部長。はい、それでは2番目の都市計画とマリーナ計画についてのうち、建設部所管部についてお答えを申し上げます。江ノ浦地区道路につきましては、地域の課題の下水道や雨水排水などの都市基盤整備を目的として計画立案した道路でございますが、現時点におきまして道路の整備に至っていない状況でございます。これまでの取り組みを時系列でご説明いたしますと、平成19年度に地元で道路整備に関する懇談会を開催し、平成20年度から国道と並行して地区内の中央を走る市道江ノ浦線と国道188号までの延長約41メートルの区間において用地取得と家屋保障に取り組み、平成24年度から下水道管の整備に着手し、平成26年度に面整備管の整備を完了しているところでございます。こうした中、本道路が国道と県道が交差する定時路への接続となることから、平成25年度から国土交通省と交差点の協議を進め、平成27年度には国道188号と県道徳山光線が接続する交差点付近の測量設計を実施し、その後山口県警察本部や国土交通省と交差点整備における詳細な協議を行っておりますが、現時点で協議が整っていないため事業が進捗していない状況でございます。今後も引き続き交差点形状や安全性の確保などを含めて関係機関との協議を重ねてまいりたいと考えております。次に江の川に関するお尋ねでございます。国道188号から海側の江の川におきましては、市道江の川線の拡幅と水路の改修を目的として
平成2年度から4年度にかけてボックスカルバートを設置し、合わせて道路整備を行ったものでございます。江の川の国道よりは、江の川の国道より下流側はただいま申し上げましたように水路改修を行っておりまして、断面が小さいとは考えておりませんが、その上流にある住宅が今年の7月豪雨で浸水被害に遭われたことは把握いたしております。今後現地の状況を注視しながら必要に応じて効果的な方法を考えるなど適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。はい、太田経済部長。それでは2点目、小型船舶の現況と係留対策についてお答えいたします。陸揚げされた船舶の現状につきましては、光漁協区域において今年度の調査では戸中地区で7隻、新海地区で9隻、松原地区で3隻、西の浜地区で1隻、増備ヶ崎周辺で20隻、合計で20隻の船舶を確認しております。また現地調査で確認した船舶につきましては、現況調査を撮影後、日時と場所を記録することにより船舶の使用状況を把握することとしております。その後の継続調査により放置の疑いのある船舶については、船舶番号をもとに所有者を捜索し放置艇の撤去指導を行うこととしており、所有者が確認できない場合は船舶に警告書を貼り付け、所有者による自主撤去を促すこととしております。警告書の貼り付け後も放置されたままの場合については市が処分費を負担することとなりますが、簡易代執行による撤去処分を進めていくこととなります。なお、虹ヶ浜の松林の放置点につきましては、周南農林水産事務所の所管となりますので、市において現状等の把握をしておりません。以上でございます。川村議員。江の川の排水対策で、国道より上流部分について、今簡単に、いや今年の豪雨災害でとこういう話がありましたが、毎年のように使っている、毎年のように家の中に水が入ってくる、そういうおばあさんのお話で、ありました。そのあたりのご認識がないのかなと。普通で考えれば、下流については当然もう国道の上流で飲み込んだものしか水は入ってこないわけですから、当然それよりも下流については穏やかになっているはずです。しかしその上流部分の単に河川を通る水だけじゃなくて、側溝とかあるいは宅地に降った雨が一緒に紛れ込むから飲み込まない、そういう状況が出るわけですから、そのあたりのところはですね、しっかりもう一度どの程度確認したかちょっとお話ししていただいていいですか。はい、吉本建設部長。今実は私写真を持ってはいるんですけども、ご連絡いただいたのが少し時間が経ってからいただきまして、ご自宅の真正面の、水路からずっとこう溢れてきたと。でそれがその水が前面のですね、お店をやってらっしゃる方なので、で少し使ってしまったと。泥を、職員の報告によりますと、泥が少し溜まってたというような状況を聞いております。以上でございます。神田議員。はい、今回はその通りだったんですが、その以前、実は雨が降った時には、一段高いところに、皆さんが、お過ごしをされる今があるわけですが、今のところまで水が来たと。
というふうに言われておりますし、玄関先の、まあ、土間といいますか、セメントが張ってありましたので、そこには再々来るんだと、こういう話でありましたから、そのあたりの現地確認はですね、しっかりして対策を取っていただきたいと思いますし、現行、じゃあ排水路をどっかにもう一個求めなきゃいけないのかと、そんなことをもしあれでしたら、考えなければいけない、もともとが無理があったというふうに受け取れないわけでもありませんので、そのあたりのご検討をお願いしたいと思います。先ほど小型船舶の現状についてお話をいただきましたが、なんか数字がちょっと漏れておったのではないかなと、合計すると40艘になるのかなというふうに思ったりしたんで、結構あれからですね、そんなに年数経ったというふうには思いませんが、次から次と、まあ、廃線といいますか、まあ、不法投棄といいますか、そういったものがあるんだな、結構普段の業務の中でしっかり取り組んでいただけたらと思います。それから虹ヶ浜の祭りの中にある、ボートの類でございますが、これもですね、国立公園の中にある、そういったものが県の管轄なら県の管轄、しかし、確か祭りの中の掃除は市がやってましたよね。地元業者に発注をして、祭りの中の掃除については、市がやっている。で、そんなところで、市がやっている取り組みを県の方へ話をしてですね、しっかり取り組んでいただくようにお願いをすることが大事だとこう思われますので、そのあたりの対策も合わせてお願いをしたらと思います。この項はあります。吉本建設部長。失礼いたします。先ほど私、最初の答弁で、県道、井上地区道路のところで県道徳山光線というふうに発言をいたしました。正しくはですね、県道岩木山光線でございます。訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。西村病院局管理部長。おはようございます。それでは3番目の光市立光総合病院移転に伴う利用者の負担増解消はのご質問。1点目、バスの利便性向上、病院間バスの運行は税金ではないかについて、お答えをいたします。光総合病院、大和総合病院を結ぶ病院間のシャトルバスについては、2つの病院を1つの病院として捉え、機能分化をする中で大和地域の一時医療を確保することを目的として平成22年10月から運行をしております。なお、シャトルバスは両病院間のみの運行として、途中乗降はできないものとして無償で運行をしております。これは運行開始時の経緯、民間の交通事業者、診療所等にも配慮をしたものでございます。また運行の経費は税金ではないかとのことですが、機能分化という政策的なものであるため、運行にかかる経費については市の一般会計からの繰り入れにより経費を賄っており、財源としては税金となります。バスの利便性の向上については、シャトルバスを両病院間の経路以外、例えば経路の延長や途中乗降を認めることなどが考えられます。しかし、シャトルバスは運転の職員を含めて定員14名で、午前往復4便、午後往復2便を運行しており、特に1便目の8時に大和総合病院を出発するバスは乗客も多く、途中での乗車となると定員オーバーになり、乗車をお断りすることとなります。また両病院間を1時間で往復する運行のため、
経路を延長すると現在の便数の維持が厳しくなります。そして課題としては、先ほどもご説明いたしましたように、運行を開始した経緯との整合、民間交通事業者との調整など、病院事業の中で行うには大きな課題があるというふうに考えております。次に2点目、ソフトパークの看板が見えにくいについてお答えをいたします。ソフトパーク入り口の看板につきましては、議員ご指摘のとおり、東から右折の際、光総合病院の案内看板が信号機と重なっており、見えにくい状況となっております。現在、視認性を改善するために、看板の大きさ、形状、支柱への取り付け位置などの検討や、変更に伴う支柱の強度の確認、法規との整合など、技術的、専門的な知識を有する業者に、最も効果的な案内看板の設置方法について、調査を依頼しているところでございます。以上であります。河村議員。はい、今、シャトルバスのお話をいただきました。民間の今バス事業者に赤字補填ということで、何千万円かの補填を行っております。で、このシャトルバスの病院間のシャトルバスの繰り出し金も年間850万円だったと思います。で、じゃあ市民にとってこのお金の使い方がどれだけ有効なのか、で病院間の要は診療科目があるから、一体的に運営するために、税金を投入しているのか、市民の病院への診察について、しっかりやろうとしているのか、もしも定員がオーバーするようであれば、それは工夫をすればできる話であります。そういったところはね、しっかり検討してやっていただけたらと思います。で、市の方もですね、他の議員の質問の中で、要はバス路線を今検討されておりますので、一刻も早くですね、新たな市内全域を網羅する検討をしていただきたいということをお願いして、この項を終わります。はい、吉本建設部長。はい、それでは4番目の法定外道路、認定外道路についての1点目、認定外道路の維持管理に関するお尋ねにお答えを申し上げます。まず、認定外道路の考え方について改めて整理をさせていただきたいと思います。認定外道路とは、道路法による道路として認定されていない道路であり、この中には、農道や法定外公共物である赤線などがございます。こうした認定外道路は地域に密着した生活道路として主に地域住民の皆様に利用されております。このため財産の管理は市ですが、日常の維持管理については光市法定外公共物管理条例第3条の利用者の責務という規定に準じて地域の方々にご協力をお願いしているところでございます。これは県内のほとんどの市と同様の取り組みでございます。高齢化や人口減少などにより地域の皆様方がご苦労されていることは十分認識をしておりますが、市内には市道だけでも1000以上の路線、延長350キロメートルを超える道路がございます。また認定外道路のほとんどを占める法定外公共物の赤線は8600件以上となっております。こうした膨大な数の道路の日常の維持管理をすべて市で実施するのは現実的に極めて困難であることも事実でございます。過去より地域の皆様方からご理解とご協力をいただいているからこそ、こうした道路の維持存続ができていると考えておりますので、今後とも皆様方のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。次に2点目の通行止めに関するお尋ねでございます。道路の通行止めは当該道路を管轄する
警察署長の権限となっております。通行止めをしようとする人は道路の場所、区間等を明らかにした書類のほか、地元自治会等の同意書や消防署に提出した届出書の写しなどを管轄する警察署に道路使用許可申請書を提出し、警察署において道路交通法及び関係法令に基づき審査した上で警察署長から許可が出されることとなっております。以上でございます。道路法という話をされました。で、その認定外道路と赤線青線をどうも混同しておるんだと。赤線青線は本来、国のものでありましたが、市の方へ移管をされました。そういった中でその管理については従前通りの地元自治会ということでございます。じゃあその他道路、認定外道路、その他道路については誰がじゃあ作った？おそらく先ほど小手さん台帳の話をさせていただきましたが、市が作った道路だから固定資産台帳にもきちっと乗らなければいけない。公会計の中で私はもうこれ全部整理がついているもんだと思っておりましたが、整理がついてなかった。で改めてですね、ここはしっかりですね、公会計制度の中でもそういったところをチェックをしていただきたいと思いますし、私再々、壇上に立ってお話しする場合に自治会にそこまでの負担をかけたらなくなりますよ。よく言っときますよ。自治会にもっと負担をかければ自治会そのものはなくなりますよ。それでよければもっと負担をかけていただいたらと思います。以上でこの講を終わります。はい、吉本建設部長。それでは5番目の虹ヶ浜の排水対策についてお答えを申し上げます。まず1点目の平成以降の浸水・冠水状況についてでございます。浅井地区におきましては平成30年7月豪雨により床上浸水が1件、床下浸水が19件発生いたしております。それより以前の被害については資料で確認できるものを申し上げますと、平成21年7月21日から26日にかけての集中豪雨や、平成17年9月6日の台風14号、平成11年9月24日の台風18号により浸水被害があったところでございます。次に2点目の浅江コミュニティセンターに関するお尋ねでございます。議員ご指摘のとおり、浅江コミュニティセンター付近の海抜は 2.8 メートルとなっており、これ以外にも浅江地区には海抜の低い箇所が多く、大潮と集中豪雨が重なるような場合は浸水被害が発生する確率が高くなるものと認識しております。こうした浅江地区の浸水対策は大変重要な課題であると同時に大変難しい課題でもございます。これまでに抜本的な排水対策を検討したこともございましたが、これには膨大な経費と長い年月が必要となり、また費用に対してその実効性はどうかといったさまざまな課題がありますことから、現在のところ計画立案には至っておりません。今後本市でどのような対策ができるのか、引き続き調査研究に取り組む必要がある大きな課題であると考えております。以上でございます。岡村議員。平成以降と言いましたが、平成10年度以降でも4回、おそらくその前に取り上げても平成5年、あるいは平成3年の時にも浸水をしておったと思います。5年に1回ぐらい実は浸水冠水をする地域なんです。で、その排水対策をなぜ考えられないのか。従前はですね、光市といえば島田市で、そこからだんだん西の方へずれて、今
光駅から柴田川までが投資対象だと言われている。その投資対象に漏れるということは、いろんな商店企業が出てこないということにもなるんですよ。で、そのことが活力ある町につながるとは到底思えない。ぜひですね、このあたりについては、しっかりお金がかかるからじゃなくて、計画だけでも時間があるときにやっておかなければ、コンサルに何も任せる必要はない。自分たちで面積を考え、排水対策というのは検討できるわけですから、そのあたりのところをしっかり自分たちでやろうと、そういう取り組みが私は一番大事だと思いますし、そういった結果やっぱり光市に来てねと、そういう町にしていこうという市役所としてのそういった市民へのメッセージ、あるいは他の地域の方への企業へのメッセージをぜひ伝えていただくことが大切だと、まあ、私は思っておりますので、ルル申し上げてまいりましたが、誰もがこの町を嫌いなって言う人はおりませんから、そうするとみんなで何とかしようねということで取り組んでいかないと手遅れになります。以上で質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開は新令をもってお知らせいたします。